言われて、そこで、ああ、やっぱり納得だな、なんて思う人は、それまでの人だと思うんですね。おはようございます。関野康弘です。本日も名言を取り上げていきます。本日の名言は、ウォルター・バショットさん。ウォルター・バショットさんの名言で、人生における大きな喜びは君にはできないと世間が言うことをやってのけることであるということでですね、ウォルター・バショットさんのプロフィールをお伝えしていきます。ウォルター・バショットさんは、イギリスのジャーナリスト、評論家、経済学者、思想家の方です。ということでですね。君にはできないとかって、ほっと僕子供の時くっさるほど言われてました。まあもちろん物理的にお金がなかったっていうのもあります。お金をかけずにどうやってやっていくかと。子供の頃はそう思いました。大人になってね、まあ言われますよ。今でも言われますよ。君にはできないよと。君の頭じゃできないよ。なんていつも言われますけれども。まあもちろん、大人になればね、お金を稼ぐこともできてますから、ある程度ね、まあ機材とか、いろんなことをやり始めます。言われてもね、やりたいという気持ちがある人はね、跳ねのけてでもやると思うんです。言われて、そこで、ああ、やっぱり納得だな、なんて、思う人は、それまでの人だと思うんですね。こうだと思っているんだったら、やっぱり自分がお金かかるけれどもやらなきゃいけないって。うん。働いてるからね。ある程度お金っていうのは使えるんですね。だからこそ、何がしたかったのかと、何がやりたかったのかということをね、やっぱり突き詰めてやらないといけないんじゃないかなって思ってます。私もね、YouTube 撮り始めて、音が悪いだの、画質が悪いだの、いろいろ言われましたけれども、少なくともまあ、それぐらいが言われなくなっちゃったんじゃないかなっていつも思ってます。もうちょっと、ね、いいカメラの方がいいかなって。ちらっとは本音はありますけれども、まあそこまで、突き詰めるつもりもないんですが、でも、君にはできないとか言われてですね、そこで諦めてたや。それまでです。その人が専門家だったらいいんですけども、専門家でも何でもない人に言われたくないよね。いつも思います。うん。何でもそうなんですけれども。人にね、言われて、それで辞めてたら、成長なんかないですからね。言われようが、踏みつけられようが、どつかれようが。それでも、やる人っていうのは、やっぱり実現し続けると思うんです。まあ、いろいろ私も、いろんなこと言われてましたけど、それでもね、前向いてやれてるってそういうことだと思うんですね。お金とか、いろんなことかかってますけれども。それでも、いろんな嫌なこともありました。あったけれども、もう君にはできないと。そういった人にね、見返してやろうと思ってます。はい。その人たちはもう忘れてる、言葉を忘れてるかもしれません。言った言葉なんて忘れてるかもしれないんですけれども。そんな人たちにね、私は、一つね、こう、いろいろ言ってみたいなって、常に思ってます。今日もね、一生懸命頑張って、やっていきたいなって、その夢に向かってやっていきたいと思います。本日も一日よろしく。お願いいたします。動画をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、グッド評価よろしくお願いいたします。これからも毎日元気で配信していきます。よろしくお願いいたします。